誰もが気になるお腹。今回は寝たままプランクをするだけでたった20秒で通常のプランクの3倍腹筋に効かすことができます。膝をついたバージョン、膝をつけないバージョン、2種目紹介していきます。レベルに合った方を行ってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、通常のプランクというとこうやって行うんですけども、今回肘をつけずに寝たままプランクをするだけですごくお腹に効くってことが分かりました。どれだけお腹に効くかというと通常の3倍近く腹筋に効きます。なので20秒でいいです。今回のプランクのいいところは、上半身に体重が乗りにくい、足に体重が乗るために腹筋にしっかり効かすことができる、体勢が低いのでお尻が上がったりお腹が下がったりすることなくいいフォームでできるためにしっかり腹筋に誰でも効かすことができます。お腹気になるよ、食後にお腹が出るよって方には今回のプランクおすすめです。どう3倍お腹に効くんだよって思ってるあなた、一緒にやったら必ずわかります。しっかりやりたいよって方のために今回3セットやってしまうと次の日笑えないぐらいお腹痛くなるんで、今回は2セット、膝ついたバージョン、膝浮かしたバージョン、2セットずつ行っていきましょう。各20秒です。それでは紹介していきます。通常プランクというと肩の下に肘をついて腰を丸めて体をキープするんですけども、肩の下に肘をついてしまうと体重が肩に乗ってしまって腹筋効く前に肩がだるくなる、上半身に体重が乗りすぎてお腹に効かないっていったデメリットがあります。そこで今回は寝たままです。まさにこれ、寝たまま、このままで顔の向きは横でも前でもいいんですけども、このまま体をこうやって浮かせます。もう寝たまま、寝たまま体を持ち上げる、もしくは膝をついて体を持ち上げる、これで20秒ずつキープするだけ。これは体が低いので腰が反れるとお腹だけ床につきます。なのでお腹がつかないように体を持ち上げることができます。そして体が低いんでお尻がね上がりにくい、自然とまっすぐな位置でお尻をキープしやすいんです。これを20秒ずつやっていきます。まずは膝をつけないやつを20秒、その後に膝をついて20秒、これを連続2セット頑張っていきましょう。もし腰が痛いよって方は膝をついたバージョンだけ4セットやってください。膝ついた分効かないよって方はね、膝つけずに4セット、ちょうどいいぐらいがいいよって方はね、交互に2セットしましょう。それではいきます。スマートフォンは顔の前置いてもらって、こうやってスマホ見ながらでもいいですし、声だけ聞いてもらって横向いて寝てもいいです。できるだけ腰を反れないように丸める意識です。とにかく低くキープやっていきましょう。それではいきます、スタート。これでキープ、呼吸はねできれば長く吐いた方がいいです。お腹をしっかり持ち上げて、あーもうきついかもねこれね、あーやばいね、頑張って、あーやばい、オッケー。さあ続いて膝ついたバージョンいきます。こんな感じです、スタート。頑張ってキープ、できればお尻をしっかり締めて寝たまま、あー効くね、頑張って、オッケー。さあ2セット目いきます、連続で頑張っていきましょう。体を持ち上げます、スタート。ああ、効く、やばい、なんてこった、オッケー。さあラスト、膝ついたバージョンいきます、スタート。キープ、しっかりキープ、お尻締めて頑張って、あと少し、オッケー、ダハハ、うわはー、
お疲れ様でした。どうでしたか？寝たままプランク、通常のプランクと比べてどうでしたか？よかったらグッドボタンとコメントでどうでしたよっていうのを教えてください。頑張ってみた方、グッドボタンよろしくお願いします。各種 SNS もやってますんで、よかったら説明欄からリンク見てもらって、インスタグラムなんかいつも配信してるんでフォローしておいてください。今後とっておきなダイエット情報も配信していきますんで、説明欄から LINE アットの方は登録しておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。